さ、18の JK とデートしてた犯罪？犯罪ではないんじゃない？いやでも、綺麗なんですけど、もうね、ここに来るまでで俺はもう、だいぶくさばってるんで。ここでもなんか、全然低いな。ね、もうそろそろぶつかれるぐらいじゃない？これ。ちょっと。なんか、同じようなあれがあるね。俺も思った今。あ、今日雨やばかったからか。靴がやばい。これ、元はここ何なの？芝生広場。大阪城という名のヤン君。ヤン君ともう一人ね、来ていただいてる。三人で今います。下やばいね。満喫してる。これ迷路？純度がない。寒いな、確かに手が。ちょ、手袋した方がいいかな、俺。そこか。そう。ヤトツさん二人。やばいね。これマジでちゃんと見ないと。やばいところ行くとやばい。すごい。何これ、こういうタイプはあんま見たことない。ん？何あれ？あ、マジで？会社明日から休みでいいよ。処理してらっしゃい。ああ、ほんとだ。ああ、逆側、こっち側から見てんのか。手が寒い。俺写真撮りたい。おお、足が。から音楽流れてんだ。それ写真撮ってくよ。温まるやつあるんじゃない？よくイルミにあるヒーターみたいな。イルミはね、ちょっと入り口までがしんどいっす。射的じゃん。違う、温まる的なやつじゃない、あっちか。そんなことは書いてらっしゃる。このイルミはね、ここに来るまでがしんどかったんで。マジで。入り口までがやばい。超足が痛い、もう歩きてくる。入場1500円。このアングルいいね。大阪城が映る。1500円は正直高い。いい、知らん。足が痛い。でも一番はね、このリアトツの2人がきついよね。温まる場所ないの、ここ。歴史食いてて。え？なんでここまでビチョビチョしてるの？でもここ別に、ここはちょっと寒くないな。たまに1個650円。
あのヒーターみたいなのないんだね。ヒール？帰りあれだっすよ俺。帰り。これかい。帰り車。ちょっとね、もう歩きすぎちゃって俺今日帰りの心霊却下かもしれん。足が痛い。俺なんかこれたこ焼きだって。今さんいらっしゃい。足場がやば。くしゃってなんのこれ。水が。見えるかなこれ。反射しちゃう。なんかプロジェクションマッピングみたいなのがある。古っ！これかぶしたさん、このコメント。飯あのね、道頓堀で豚まん食べた。もうこれまた YouTube 上げらんないよ。YouTube 上げらんないよ。すげえ。あの入り口の方が一番でも綺麗かもな。浅草の湯。あ、月がサラムーンだ今日。サラムーンです。ヤンク、ね、大阪城は綺麗。大阪城の方は綺麗に見えてくるわ。一緒にあるからかな。つぶつわんこさん、ここからやすし。あっちもあんの、あれ。いや、寒くなってきちゃった。なんか、ほんと広場にやってるただのイルミネーションだな、これ。メータ的には。やっぱ好きやねんって書いてある。これはなんかお母さん好き。こっち。よし。ミュージックが。いや、これただの広場だよ、本当にここ。寒いね、マジで。ヤン君、俺放置してるわけじゃないからね。後ろで2人で会話してくれてるんで、助かって1人で配信できる。リアトツさんが2人います。風ちょっと強い。ノレ的な。
元は何なのこれで、うめっちゃ水が溜まってる。あ、センサーさんいらっしゃい。じゃあ歩いていこうかなと思ったら、あ、これいける。え、これ踏んじゃいけないの？え、なんか歩いてっていいのかと思った。踏んじゃいけないけど、これあ、これ踏んじゃいけないの？踏んでくルートじゃないのこれ。あ、これ綺麗だ。これ地味に綺麗だ。え、これどうなってんの？え、これどうなってんの？これ偽物全部。いや、全部偽物じゃないな。いや、あの、よろしければ、まあ、車確かに。このイルミは足場が悪いです。足場が悪い。写真撮る。もう写真の方が色いいよね。これあの望遠カメラ使っちゃってるからね。エクスペリア5で今配信してるから。広角カメラなんじゃない？多分。横にしたらどうなの？ここにして変わった？あ、でもこの方がなんか全部が映るかもしれない。手が寒い。横の方がいいカメラなのかな、これ。いや、でもそうでもないな。そうでもないな。反射しちゃうから。結局は。大阪城は。明るすぎるとダメだね。色を取り戻すまで。あんま変わんないな。あんま変わんない気がする。雨降ったんですよ、結構なんか強く。会員系のバー行き過ぎ。やばいなそれ。これ1500円取る価値はないな。さすがに。さすがに1500円はちょっと、ごったくりやな。
スクリーンがちゃんと、あ、でもちょっと映像っぽく風が強い。あの部屋に戻ってるわ部屋の中にいた方がいいや。これ帰る？とりあえずお疲れ様、ありがとうございました。わざわざ、また機会があったら、とりあえず配信には来てくださいよ。どっから帰るの？これとりあえずここからまた配信してるんで、じゃあお疲れ様です。はい、ありがとうございます。なおさん、ありがとうございました。そっち帰り道なの？怪しい気がするんだけど確かに寒い、もう手がかじかんできてるもん。これ1500円払う価値はないよ。1500円払う価値はない。ナファなのが安いよ。え？ナファなのが安い。そうだね。ナファの1000円券ついてくるから。実質1200円だから。ないよね。これ1500円はやばいな。反射しちゃって映らなくなっちゃった。横画面にしたら映る。変わらんの。1500円でヤン君と一緒に歩けるって特典があります。ヤン君に俺教えてもらわなかったら、ここ知らなかったからね、このイルミ。教えてくれたのがあるの知らなかったから、ここにイルミネーションが。それなら払うわ。どういうことやねん。今日はサラムーンですね。確かに寒いな、手が。手袋しとけばよかった。何の曲？あ、そうなんだ、存在してた。手袋していいかな。やばいな、これ寒い。坂っぽいね、これね。でもここでカバン置いたらビチョってなっちゃうな。これ何？ダイヤモンドプリンセスかな。今流行りの。広さはナバナの4分の1ぐらい。ないかな。ナバナでも縦長、まあでもそんなもんか。5分の1、6分の1ぐらい。ナバナは色々以外のところが広いから。うん。ごちゃごちゃ感。本当にそれだわ。ごちゃごちゃ感。あ、でも綺麗で、綺麗は綺麗なんだけど、なんか通天閣が、これ逆側か、逆から撮りたい。そう、大阪城公園、大阪城ありますよ、そこに。ちょうど見えない。あ、この木綺麗だ。なんか新しいな、このこういうイルミ。なんか木の枝に差し込んでんの、これ LED。
これは高っぽい。あ、これ古いんだ。え、通天閣って何？改装したんですか？今日はありがとう。あ、なおちゃんありがとうございました。また多分そうだと思うけど、いやだからわからんな。すいませんね、寒い中お付き合いいただいて。これ全然、写真撮ってきます。マジで手がかじかんできた。手袋してないんですよね、今日。天王寺動物園。あ、この枝超綺麗。あ、でもこれ作り物か。え、違うな、なんか。何これ。枝にさ、黒いビニールテープ巻いてんだ。これ元本当の木？本当の木だよね。本当の木には黒いテープ、ビニールテープ巻いてコード引っ張ってきてるんだ、これ。大丈夫なの？こういうことして。いや、大鑑定士だから。あ、あれが取れちゃった、あれが。モバイルバッテリーが。ほら、これなんかテープで巻きつけてある。何これ。これは木じゃないか。神戸じゃないっすよ、大阪城。それも舌がくちゃくちゃだからさ。そう、ちょっと手袋したいんだけど、舌がさ、舌がもうぐっちゃぐちゃなんですよ、これ。カバン置けない。ここまで来て賽銭を入れろとね。どういうこと？写真撮ったか一応。そこら辺にあるの？手袋したいな。さあ、あそこの上にバッグ置いていいかな？通天閣の下に。この通天閣にバッグ置いていい？ちょっとスマホも置いていい？ちょっと待って。手が寒くて限界。手袋しないと入りまで持たんわ。リュックの中なんか入る。今渡しちゃうよ。配信で見てないけど、ヤンクにお土産持ってきたんだよね。オリンピックということでね、ヤンケに金メダル。あとね、あの意味わかんない分身。あとあの10円自販機で買った200円のワンダ。富士子限定缶ね、200円。あと、アイラブ群馬。忘れない群馬だ。あ、あともう一個あった、もう一個あった。ここにね、あと。
超貴重なこのラッキーチャームね。これも入れときます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いただきます。今日のね。手袋がさっきここにあります。紐って言わないでよ。ラッキーチャーム。1000円するんだろ。1000円するよね、みんな知ってるよね。1000円するんだから、貴重な貴重なリアトスさん用のプレゼント。どうしたよ、運動用に充電しとくもっと洗い回しとか言わないで。でもあれヤンクにもあげたやつは一番使えそうなやつあげたの。使えないやつな。なんかもうほんと見ればわかる。今度配信で出す。なんかねもうどうやってもどうやって使うのみたいな紐がある。今のなんかストラップみたいにちゃんとちょっとおしゃれなのになってたけど。あれ最初はなおちゃんにあげようと思ったんですけど、ちょっとあれあげるの申し訳ないなと思って。ポケットに入ってるの思い出しましたね。そういうものはツヤンクに。いいね、関西弁だ。気ぃつけなあかんで。絶対聞かないわ、他のイルミネーション会場で。気ぃつけなあかんで。かわいそうなヤンヤンって言われてる。いや、プレゼントだから、プレゼント1000円だよ。高級車、高級な車両。思ったより高級っていくらだと思ったの。100円200円のガチャガチャだと思った。あ、でも500円。まあ、確かに。全部回ったかな。蹴りますか、じゃあ。うちらも。寒いんで。マジ寒い。ね、一人寒すぎてリタイアして帰りましたからね。俺もリタイアして帰りたいレベルだ、これ。超手が。うん、手やばい、ほんとやばい。うん、めっちゃ寒い、ほんとに。ヤン君あれですよ、だって雪降ってたから今日電車で来たらしいよ、わざわざ。奈良県がすげえ吹雪だったって。マジ寒いっすよ、ほんとに。これ駅まで遠いって言ってるのは、なおちゃんですか？どこの駅に行ったんですか？なんとか何丁目？なんもないとこによく作ったって、ほんとここね、多分なんもないんでしょうね。芝生ぐちょぐちょなもん、これ下。下ぐちょぐちょ。これはちょっと1500円の価値はない。谷町4丁目？さよなら、さよなら。帰るわ、さよならの曲が流れたから。帰れって言われてる。うわ、なんだここ。ぐちゃぐちゃ。あ、お疲れ様です。何分くらいかかった？ちょ待って。前のコメント何分だったっけ？お疲れ様ですって言ってくれてから。今、駅着いたって。どこだ？あれ？コメントがわかんない。あった、22分から30分。あ、でも8分。あ、そんなもんね。さっきうちらもっと歩いたよね。反対側から来たからね。そっかそっか、8分で行けるなら頑張れるわ。8分配信するわ、じゃあ。そっか、彼氏？どういうこと？あ、彼氏のヤン君がいます、今。
二の丸庭園っていうのが庭園をイルミネーションにしたらしくて、だからその谷町4丁目から俺鶴橋まで帰れるのかな、乗り換えれば帰れる、その谷町4丁目から鶴橋、ああ乗り換えできるよ、足が痛い、足のあのここが痛い。わかるあのなんか地面に。そうそうそう。歩きすぎ。マジでミュージックが。ミュージックが。すごい、だって俺がイルミネーション配信で30分しかやってないからね。相当レアだよね。俺がイルミ配信を30分しかやらないってことは。それぐらいのクオリティとそれぐらいの寒さってことですよ。もう長く入れないっていう。ありましたあ。そうだね。あの、ストーブとか置いた方がいいね、これね。来年やるなら、あの、ヒーターを。手が死ぬわ。どうやって帰ったんだろう。全然わかんないんだから。地図がある。え、遠くねこの駅。ここでしょ。え、遠いじゃん。まあ、こっちより近いけどさ。あんま変わらない。え、絵だけ見るとね。え、これ。見たい。チケット売り場。遠いよね。え、どっち行ったのこれ。チケット売り場右曲がった？方が早い？か、チケット売り場。ここを右曲がった方が早いの？全然わからん。そういえばこれ何も写してもなかった。写真も撮ってないし。マジでそれ、それで1500円、ほんとイルミと城のライトアップが一斉に映ってるとこって多分そうそうないから、なんでイノシシ、イノミイコ、もう足が痛い、8分も歩けない、人が猫か赤ん坊かと思った、おいやん餌くれ、おいやん餌くれって言って、やんてめえ餌くれよ、くれねえなら早くどっか行けよ、絵が映せないのが残念、暗くて、30分ちょっとしかやってないのに何気に140人ぐらい来てくれてたんだ、申し訳ないですね。ちょっと普段イルミ配信1時間1時間半ぐらいやるんですけど、あまりにもねちょっとそんな広くなかったのと寒さで限界。え、これ合ってんの、ここすげえ立派な、これ通った、通ったっけ、通ってないか、7時か、早く帰れるじゃんこれ、早く帰らないと、オラタイさんのもイルミネーション終わっちゃった、足が痛い。電車で帰るとちなみにどんぐらいかかるの？大阪人になってもいい？遠慮しておきます。関西弁が喋れないから。
西弁喋れないし、タクシーが怖いから。どこに駅あんのマジで。あ、でもそこに道が出てきた。そこに 駅の道、それ。なんかこの門綺麗。もうイルミ撮ってるのか門撮ってるのか分かんなくなってる。お、鳥が。ね、夜景は綺麗。でもね、イルミに来たんだけど、イルミはちょっと行きたいはずだった。1500円もしたのに。よいしょ、はい、よいしょ。そう、鶴橋に車止めてある。そっから車で帰る。でもちょっと心霊できる足の調子が悪い。どうしよう。一箇所だけ行ってみて、一箇所だけ行ってみてやめるかな。鶴橋焼肉、あ、やっぱみんな知ってるんだね。そう、さっきリアトツ来てくれた子も。なんでこんなになんか韓国系が多いんだろうなと思ったら。あ、ごめんね。韓国系の街なんだね。鶴橋焼肉なんだ。しかもなんかあのアーケードみたいななんかさ、何あの、すごい昔の昭和のやつみたい。近鉄の、近鉄、あ、いたいたいた。そうそう、そこら辺がなんかすげえさ、店がいっぱいあって変なおばちゃんがいっぱいいらっしゃいませんね。あそこにですね、松阪、三重県の松阪の方から鶴橋まで近鉄がお魚列車。松阪の旅行で上がった魚は、漁業員のおばちゃんたちが運んでくる専用列車を乗って近鉄線で。これ近鉄線乗りたくないのに近鉄線の駅に着いちゃってさ、えって、JR じゃないのここってなって、今日